桃山時代の篠に陶芸の原点を求め、腰野の再現を目指して研鑽を重ね、荒川死と呼ばれる独自の作風を確立して人間国宝に認定された昭和を代表する陶芸家、荒川豊造氏。その本作は、優しい軽子にほのかな火色、純白の死ゆうの下に花を開かせた情緒あふれる梅の絵と、 どこまでも作者らしい死のの世界が広がっており、上薬の上にヒーローを出すための寄り土のひっつきも見受けられ、友箱ではありませんが、まがいなき荒川死のの夕品です。